ブラジーミル・ブラジーミロビチ・ペトロフは、ソビエト連邦のアイスホッケー選手。札幌、インスブルックオリンピックの金メダリスト。ワレリー・ハルラモフ、ボリス・ミハイロフと共に、黄金のトロイカと呼ばれた、アイスホッケーソビエト連邦代表が最強だった時代を代表する選手。1947年6月30日、モスクワ郊外のクラスノゴルスクで生まれた。 アレクセイ・クリシェフヘッドコーチの率いる PHC、クリリア、ソベトフで1965の67シーズン、アナトリタラソフヘッドコーチの率いる HC チェスカ・モスクワで1967から81シーズン、スカ・レーニングラードで1981から83シーズンプレイした。クスカ、ソ連代表で、 ボリス・ミハイロフ、ワレリー・ハルラモフと組んだラインは、史上最強ラインの一つとして知られる。このトリオで、ソビエト連邦国内リーグでは1086ゴール、ソビエト連邦代表で538ゴールを挙げた。世界選手権での歴代ポイントランクで、ミハイロフが98得点、71アシストの169ポイント、ハルラモフが74得点。 85アシストの159ポイントで2位、ペトロフが74得点、80アシストの154ポイントで歴代4位となった。1973年にはこのラインで86ポイントと1回の世界選手権における最多ポイントを上げている。1969から70シーズンには51得点を上げたが、これはソビエトリーグにおいて、 わずか4人しか達成していない記録である。オリンピックに3大会出場。1972年のサミットシリーズにも全8試合に出場し3ゴール、4アシストを挙げた。1992年5月22日から1994年4月8日までロシアアイスホッケー協会の会長を務めた。2006年に国際アイスホッケー連盟殿堂入りを果たした。 2017年、死去。スケーティング技術はチームメイトに比べて劣っていたが、スティックさばき、シュート力、フェースオフ、フォアチェックに優れていた。ありがとうございます。